横浜支店営業部の高橋なつきです。現在入社4年目で横浜川崎市内のエリア担当として営業しております。営業部の仕事は病院福祉施設への新規営業が主になります。各エリア状況は違いますが、距離が遠いところもあるため車で営業に回ることが多いです。私のエリアには営業先はだいたい200件ほどあり、大きなエリアを担当させていただいております。新規開拓からお見積書、ご提案書の提出、また契約をいただいた後には事業所運営の準備、アフターフォローまでが主な業務となります。1日の営業の準備をするために、まずは出社をいたします。お客様とアポイントが取れている場合は直接お客様のところへ向かう場合もあります。出社後はメールの確認をしたり、アポイントやお見積書、ご提案書の提出があれば上司に最終確認をしていただいたり、アポイント先での対応について相談に乗っていただいたりと、今日1日の営業の準備を行います。基本的な営業資料はもちろんですが、施設によってはご提案内容が変わりますので、その準備をいたします。1日に10件から15件程度回っていますが、アポイントがあればその付近を回るイメージでスケジュールを組んでおります。最初は名刺を渡しして少しだけご挨拶をすることが多いですが、だんだんと顔見知りになり、雑談や相談をしていただけるようになっていきます。お見積書やご提案までは何度もお伺いします。もちろん営業でお伺いをしておりますが、まずは契約ということよりも施設のご担当者様には大切な時間をいただいてご対応いただいていることを本当に感謝しております。お客様との接点は最初は短い時間かもしれませんが、敏感にお客様の思っていることを汲み取るように努力しております。お一人で悩みを抱えていて相談ができなかったり、相談する相手が分からず困っていたりと、そういったこともありました。人間関係を築き、微力ながらもご協力できたり手助けできたことは、お客様に寄り添うという意味でも大切だと思います。そういった関係性の中で話していると、日清医療食品だったらこうできるかもなって思うことがあります。その時は自然とお見積書やご提案のご依頼をいただくことが多いです。営業成績にも関わるので、発注していただきたいという気持ちはありますが、お客様のご要望に全てイエスで答えてしまうと、実際の運営自体に影響が出てしまう可能性もあります。日清医療食品では営業がヒアリングでお伺いした内容を営業部の上司やスーパーバイザーなどを交えて、お客様の要望と運営上での懸念点のすり合わせを行います。方向性は営業部が主導で行っていきます。お客様のご要望を肌で感じているのは営業部だと思っておりますので、お客様の立場に立った上で運営もうまくいくように調整するのが私の役割だと思っております。そういった営業活動をしている中で、契約が取れた時には満足感を感じます。やはり契約が取れてこそ、その後が本当の意味で寄り添うことができるからです。ご契約をいただいた後は部署かかわらず多くの人と協力しながら運営準備を行います。無事に初めてのお食事をご提供できた時はほっとした気持ちになり、本当に達成感をみんなと共有することができます。また受注決定後にもお客様のもとへお伺いする機会がありますが、感謝されることがあります。その時は自分が行ってきた営業活動や接し方などを認めていただき、お役立てできたことが嬉しく思います。一人でも多くの方に日清医療食品にしてよかったと思っていただけることです。そのためにはより多くの方とお会いし、寄り添い、細かい部分に手を打っていく、かゆいところに手が届く営業をしていきたいと思っております。また一人の営業マンとして多くのお客様に知っていただき、高橋に任せてよかった、高橋に相談してよかったと思っていただけることを目標にしていきたいです。